腹ペコオオカミと優しいウサギ。腹ペコなオオカミが森をふらふらしていると、一匹のウサギを見つけました。おお、うまそうなウサギだ。オオカミはウサギを捕まえると、大きな口をあんぐり開けました。いただきます。すると、いたたたた。オオカミは急にお腹が痛くなり、その場にしゃがみ込んでしまいました。ウサギはそっとオオカミの手から抜け出しますが、オオカミはうずくまったまま、痛い痛いと動きません。よし、今のうちに逃げよう。ウサギは急いで走り出しました。追いかけてきたかな。途中で後ろを振り返ると、オオカミは追いかけてくるどころか、痛い痛いと涙を流してまだ動けずにいました。心の優しいウサギはオオカミを放っておくことができず、これを食べてみて、きっと良くなるから。お腹が痛いのが治る薬草をオオカミに差し出しました。オオカミは苦しそうにそれを食べると、みるみるうちにお腹が痛いのが治りました。ありがとうウサギさん、さっきは食べようとして悪かったよ。君は僕の命の恩人だ。オオカミがウサギに謝ると、ウサギは「うん、いいよ。お腹が痛いの治ってよかったね」と許してあげました。ある日、オオカミが森を散歩していると「助けてー!」ウサギの声が聞こえてきました。急いで声の方へ行くと、大きなクマがウサギをいじめていました。やめてくれ、クマさん。そいつは命の恩人なんだ。オオカミがクマにお願いすると、クマは大笑いです。こんなに小さくて弱いウサギが命の恩人だって？そんなバカなことがあるわけない。そんなに助けたいのなら、おいらの大好きな蜂蜜をたくさん持ってきておくれよ。そしたらウサギを放してやろうじゃないか。オオカミは「よし、わかった」と急いで蜂蜜を探しに向かうと、木の上に大きな蜂の巣を発見しました。木登りが苦手なオオカミは、何度も木から落っこちながら一生懸命登ります。やっとの思いで蜂の巣までつくと、今度は怒った蜂に体中を刺されてしまいました。いたたたた。それでもオオカミはウサギを助けるために頑張ります。刺されて腫れ上がった手で蜂蜜の入った巣を抱えると、痛くて動かない足を必死に動かしながらクマのもとへ急ぎました。さあ、ウサギさんを離しておくれ。クマは大好物の蜂蜜を受け取ると、よだれを垂らしながら洞窟へ消えていきました。クマから無事に助かったウサギは、ありがとう。あなたは命の恩人です。泣きながらそこら中腫れているオオカミの手当てをしました。お互いにとって命の恩人となったウサギとオオカミは、とても仲の良い友達になりました。体の大きさも性格も全然違う2匹ですが、お互いを助け合いながらずっとずっと仲良く一緒に過ごしましたとさ。おしまい。お話は面白かったブー。このお話の絵本が欲しい子は動画の説明欄を見てブー。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。